すごいね、ハーレー、パパさん。パパさん R の教習車。初めて見た。すごいですね。こいつ教習用になってる。すごい。はい、こんにちは、フラッシュです。今日はですね、大型自動二輪教習第5日目、第1段階の5限目。それで、今日5限目終わると次が第2段階ということで、まあ、第1段階から第2段階に行くための見極めっていうのがなるのかな。まあ、このまま行って大丈夫みたいな、そんな感じの、まあ、見極めですね。あるようですね。はい、それが終わると、まあ、第2段階へ行って、いよいよ、まあ、卒検の準備という感じですね。まあ、一応の第1段階で、まあ、一通り8つの課題は、一応全部やって、まあ、やり方は大体分かったと。うまくいくかどうか別としてね。どうもやっぱ私の個人的な苦手なのは一本橋。あとは波状路も得意というわけでもないね。はい、そんな感じで、まだまだ課題がたっぷりありますけども、一応今日、まあ、第2段階に入っていくという感じですね。あと残りですから、5時間プラス7時間なんで、まだあるね。まだ8時間頑張んなきゃいけないですね。そんな感じですね。まあ、一応8つの課題っていうのは、ちょっとおさらいしてみると、一本橋ですね。それから40キロまでスピードを上げて、それから急制度ですね。それから坂道発進をやった後に、スラローム、S 字路、それから波状路、そしてクランクと。この8つが一応課題なので、まあ、この課題を全部クリアしていくという感じですね。まあ、一つ一つね、ポイントがあるようですね。ちょっとこう、課題と思ってた一本橋も、ちょっとこう、リアブレーキを今日は意識してみようかなと思います。リアブレーキをちゃんとかけながら行くという、そのなんか引きずるという表現してましたけどね。まあ、リアブレーキを常にこうかけながら、ずるずる引きずるような、そんなようなアクセルワークというか、スピードコントロールっていうのをするといいよ、みたいな感じでしたね。あとは、波状路に関しては、やっぱりその、クラッチワーク。この自分のハンクラッチをこうどこなのかを明確に掴んで、そのクラッチワークだけでブーンブーンブーンと行くというようなこともポイントとして出ていましたので、まあ、その辺をこうちょっとおさらいしてみようかなと思ってます。はい、ということで今日もですね、いい天気なんだけどそろそろ寒いですね。そろそろ寒いのでちょっと暖かくして行ってまいります。じゃあ行ってみよう。レッツゴー。教習の時は、ね、こんな格好です。ちょっとねこっちんだよ。これがハーレーの、すごいね、ハーレー、パパさん R の教習車、初めて見た。すごいですね。こいつ教習用になってる。すごい。迫力ないですか。これでもね、足つきはもう教習車よりも明らかに低いからさ、これいいっすね。はい、ハーレーに乗らせてもらえるそうですよ。これにこれが教習車。教習車がシート高はねそんな高くないんですけど、もう軽い感じの、これ大型軽い感じで走ってくれるんですね。なんか話を聞くとここにヘルメットが入るらしいよ。ちょっと開け方わかんないけど、はい、そういうことですね。750やっぱ馬力がありますよね。でこちらがスカイウェーブ、これが大型のスクーターですね。大型のオートマチックの練習に使うスカイウェーブ、これもなかなかよく走りましたね。久しぶりに乗りましたけど、ホルツァなんかと比べ物にならないほどすごいですね。こちらが、まあ、ちなみに CB400中型の教習に使ってますね。まあ車格はさほど変わらないですね。7班とね。いやしかしこのハーレーはちょっといいね。いいですね。楽しみだな。今日はですね、大型自動二輪の今日から第2段階に入りました。6次元目かな。はい、無事に終了しまして、いよいよ卒検の日が決まりましたので、再来週の火曜日ということで、あと
1週間頑張ってやろうと思います。はい、そんなわけでですね、いや、もっとかかるかなと思ったけど、意外となんとか早くできそうかなっていう感じですね。はい、ということで今日も無事に終わりましたね。逆かな、今日は2時間ですね。第1段階の5次元目と第2段階の1次元目ですねに乗っていきました。まあ、やった課題はおさらいと、あとはいよいよ速研に向けてコースを実際走ってみるみたいなね、そんなことをやってみましたけど、コースは A コース B コースとあるんだけど、なんか曜日によって乗るコースが違うみたいですね。そんな意地悪な感じじゃないと思いますよ。はい、なので、まあ、何曜日の試験に受けるか、まあ、週に2回あるんですけど、によってそのコースが決まってるみたいなので、私は事前にコースの勉強を、ね、してたんですね。そんなこともあってか、今日の実際のコースを走ってみるのはですね、まあ、全然問題なく、まあ、ただ細かいところはやっぱり実際に走ってみるのとは大違いですね。大違いで、あ、ここに一旦停止の標識があるんだとか、あとは見通しの効かない交差点があるんだとかね、そのあたりは実際やってみていろいろ教えていただきました。まあでもやってみてどうかな。今日は一本橋一回も落ちなかった、波状路一回ちょっと外したみたいな、そんなことで、もうね、時間とかあんまり意識せずにもう やってたので、それが良かったんかなっていうふうに思いますけどね。まあ、あまり時間のことを気にせずに、一本橋はね、一番最高で9秒台が出ましたからね。9秒台が出たけど、もうそんなに頑張らなくてもいいかなと、8秒台でいいかなという感じですね、というふうに思いました。いやいや、いろいろ皆さんからアドバイスいただいて、いろいろあれとこれとこれとあれといろいろごちゃごちゃって混ぜたら、まあまあうまくいきましたよ。ハンドルブルブル作戦とかね、あとはブレーキ引きずり作戦とか、あとは何といっても内股作戦をいろいろやりましたね。そんな作戦でやったら今日は1回も落ちなかった、よかったですね。はい、で、波状路については原則、入り口減速がすごく大事ということで、入り口の減速をもうほとんどその止まるか止まらないかぐらいに減速していかないとちょっと早すぎるよみたいな感じでしたね。でもあそこは5秒以上で行けばいいということなので、まあそんなにじれったくやる必要ないかなと、転ぶよりいいかなっていう感じですよね。なので、まあ時間のある関門はね、その多少時間やられてもいいかなっていうぐらいで、波状路のタイムだけは限定が大きいので気をつけなきゃなっていうふうに思いましたね。はい、そんなわけで、無事に第2段階に進みました。おめでとうございますということで、今日ご覧いただいたけど、ハーレー、あれよかったね。あれ多分ね、次回乗るようなこと言ってました。次回はハーレーで教習を受けれるんじゃないかなっていうふうに思いますけどね。まあ生まれて初めてのハーレーですかね、に乗れるということで、今回の自動車学校の目玉でもありますからね、ハーレーに1時間でも乗れるといいかななんて思いますね。はい、そんなわけで、もう多分ね、再来週の、火曜日かなんかには試験を受けて、その足で免許試験場に行って免許の更新をすると、まあ、年内には大型になるという感じで、そんな感じのスケジュールだけど、試験落ちなきゃね。はい、そんなことですね。まあ試験はね、こればっかりは水もんなんで、まあ、ダメならダメでまた来週みたいな、そんな感じですね。それにしてももう一度年内にチャンスがあるので、まあね、のんびりやればいいかなと思ってます。はい、そんなわけで今回もですね、5次元目6次元目をね受けてまいりました。残りあとね6次元なので、あまりもうないですね、残りね。あとは免許が来るか来ないかだけなんで、はい、ということで続編も改めてお楽しみにしておいてください。次回はちょっとこう今までの全部総決算みたいなこと言ってました。あとはさっきのハーレーの教習車に乗れるかなっていう感じですね。楽しみにしてます。ではまた次の動画でお会いしましょう。よいしょ、さようなら。ハーレー乗りたいよね。さよなら。